岡部長森は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。下佐国山崎藩主、丹波国亀山藩主、丹波福知山藩主、美濃国大垣藩初代藩主、岸和田藩岡部家初代。武勇に優れ、岡部の黒木と称された。岡部正綱の長男。天正11年、父の死により、家督を継いだ。なお、長森以前に、 コーツナと称される人物が、岡部家の当主だったとも言われており、これが長森のことなのか、それとも長森の兄にあたる人物なのかについては、意見が分かれている。よく天正十二年の小牧、長久手の戦い、天正十三年の鳥居元忠を対象とする、品の国上田城攻めでの真田正幸との対戦などに参戦した。天正十八年、徳川家康が関東に違法された時、 それまでの先行を称されて、下宇佐山崎一万二千国を与えられた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、下屋国黒羽城の守備につき、上杉影勝の南化に備えた。慶長十四年、丹波亀山三万二千国に数を移法された。慶長二十年の大阪夏の陣で功績を挙げ、元七七年に、同国福知山五万国に数を移法された。関永元年、 美の大垣五万国へ違法される。また、亀山での城郭の拡張、治水事業、福知山での行儀三十一箇条の制定、大垣の町割の再編など各地で、領内経営にも尽くす。寛永九年十一月二日、六十五歳で死去した。家督は、長男の千マが継いだ。ありがとうございます。